おはようございます。もう暑い中ですので、時間超えまして、今日は朝早くからですね、夕方まで、お参りいただきまして、今ここに私ので、さあ、いよいよ三宮橋ですね。歩いていきますよ。というわけで、ここ宇佐神宮にやってまいりました。こちらですね、全国8万社のですね、総本山ということで、お医者さんに続く2番目のですね、神社と、そして弥勒寺というお寺もありまして、なんか社会参レベルなんですけどもね。じゃあご利益ありますかね。私ちょっと小銭が途中でなくなって一の御殿しか収めてませんけどね。さあ、いろんなお医者さんこれから出ていきたいと思います。28そばでございます。ありがとうございます。で、多い時はこっちでね、予約できないんです。あ、本当だ。広くないんで。あ、それはありがたいですね。はい、今はうどんの季節だけど、私はあなたのそばが好き。さあ、豊後高田市国宝浮地です。日本三大阿弥陀像なんですね。知ってました？中尊寺金色堂とか宇治平等院鳳凰堂と並ぶ立派な王堂でございます。この建物が実は九州で最も古い木造の建物なんですね。ぜひ豊後高田、大分県すごいやっぱ財産ありますから、ね、ぜひお参りしてください。さあ、ということで国東市、こちら双子寺です。六号満山といえば神仏集合の文化なんですけども、こちらです
ですね、その双子藤崎発の一番高い山、双子さんのですね中腹にある、まあ、本当藤崎を代表する寺でございます。たくさんの本当ご接待いただき誠にありがとうございました。ということで、文殊禅師お邪魔いたしました。知恵の神様ということで6年ぶりですね、私も6年ぶりお腹秘仏とごま畑が風呂でいたしました、ね、頭が良くなっているのもそうなんですけども、生きる知恵ですね、これからどういうふうに生活していくか、それが大事だということで記者会見をさせていただきました。ありがとうございました。ということでいかがだったでしょうか、ね、結構だってこの国宝もありますし、そしていろんな発祥の地であるとか、実は九州とか、まあ、日本でもすごい珍しい場所なんだなという、そういう文化財があるんだなということを、ね、学びました。大沢神宮弥勒寺の話も聞いたことあるんですけども、これ、ね、もし残ってたら世界遺産レベルだと、そんな素晴らしいですね、思っていた以上にですね、これまで学んできたこと以上に素晴らしい財産だなというふうに思いましたし、文後高田の吹上堂も日本三大阿弥陀像とか、九州最古の木造源氏 仏であることですね、双子寺とで、文殊禅師さん、これも六号満山文化のですね、もう本当1300年レベルの話ですね。宇佐国先の六号満山神仏集合で、そして昭和の町ですね、結構割と近いんですけども、こう懐かしくって、逆にその昭和という時代をですね、まあ注目して見直して守っていくというですね、そこに焦点を当てているということで、まあ、本当ちょっと時代を感じる、大分さんでした。これでも全部でスポットとしては6ですね、6個行きましたから、まだまだあと残り114ありますからね、少しずつ紹介して、まあ、皆さんとですね、まあ、どういう大分に魅力があるのかとか、どういう文化財があるのか、そしてそれをどうしていくのかというのをですね、まあ、学んで、そして共有、そして発信していきたいなと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。それでは。